今回は9月13日から始めた7つの題材コラボ後半からキングを紹介するよ。キングとディアンヌを同じ勢力で出してくれたのはマガジン見て畳としては嬉しいところ。計略も原作再現度が高く、前田修一や三国志の飛ばし旅のような波を飛ばす計略、武力プラス5で効果時間は9カウント、槍が当たると 5% 前後の武力ダメージと3回の毒判定 12% くらいが入る計略で、槍は敵や防柵を貫通するから飛ばす槍は密集する敵や陣形内計略などに強く、騎馬オーラケジや角度次第で迎撃も可能。城に当ててもダメージはないけど、毒ダメージを合わせれば総合的な削り能力や前田刑事とさほど変わらなく、ニコスが指揮後でできることの域を超えた高性能の計略。こんなんガキの喧嘩じゃねえだ。放て！償わせてあげよう、心をもてあそんだ大罪を。流派発動、一の方、我が身を焦がし怒りを表せ。気に食わん。放て！送ってばダメな子。少し休みましょうか。発射！待て！おこがまし。放て！こんなんガキの喧嘩じゃねえだ。力を貸せよ。間に合ったか。男を見せろハーレクイーン、王たる威厳と存在を今こそ示せ。天下を中心にこの世界を変える。天気我が槍で砕いてみせる。かかれ！流派発動、二の方。流派発動、二の方。大切な思いを
る剣よ、我が心を伝えたまえ。休みましょうか。俺の首はやらん。手洗い歓迎ね。こんな感じで相手がどれだけ武力を上げてブルコンしても毒のダメージ蓄積で倒せる面白い性能をしてるよ。今回は3試合やるよ。ゲームオーバーです。痛みを感じたわけか。また無茶なんだよ。僕ってばダメな子。リュウハ発動。一の型。どうしてオイラは、そう。オラ。私の言う通りにすれば、もっとうまくいくわ。決めるのは我だ。おこがまし。力を貸せよ。大丈夫。君の元に必ず戻る。大丈夫。おこがまし。償わせてあげよう。心をもてあそんだ大罪を。また無茶なんだよ。余裕をこくのが強者の特権だ。めんどくせよ。リュウハ発動。三の型。
僕が成長した分だけ勝利は近づくんだ。力を貸すよ。君のもとに必ず戻る。男を見せろ、ハーレクイーン。王たる威厳と存在を今こそ示せ。おら、天気解放。ディアンヌ、君に捧げよう。この喧嘩祭りの勝利と、神器ギデオンの。撃つ魂。撃つよ。撃て！君の元に必ず戻る。流派発動。一の方。間に合ったか。力を貸すよ。
し。いいぜ、かかってきな。身をもって償わせてあげよう、心をもてあそんだ大罪を。おこがまし。お前やるな。撃つよ。発動。二の方。撃つよ。流派発動。三の方。動くのが強者の特権です。逃がさない。貴様を殺す道具があれば。撃つよ。撃て。いいぜ、かかってきな。戦機解放。おこがまし。無理。男を見せろ、ハーレクイーン。王たる威厳と存在を今こそ死なせ。余裕をこくのが強者の特権です。残念、せっかく少し本気を見せてあげようと思ったのに。ゲームオーバーです。